捕まるナルトの相談役にお礼状のやつはいねえについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。突然どうしたお前は。これには卑劣様もにっこり。読み直すと鹿丸も割と前半の方からナルトのこと好きだった。でも結構前から伏線張ってるよね。ナルトとネジの試合見て一番反応してたり、中忍承認の時新しい術見せてやるよって仲良さそうだったり、サスケ奪還も出してペイン戦の時は怪我してるのに助けに行こうとしてるし、ナルトの相談役にお礼状のやつはいねえ。それは本当にそう。割とマジでこいついないとダメだからな。柱間もどうも過去を見るに卑劣様いないと政治がガッタガタだ。ここは普通に好きだけど、ボルトの鹿丸は思ったより頼りない。そうなの？補佐の役割として常に安全策提言しないといけないからしょうがない。鹿丸殺されるとこだったのか。里の運営とか政治とか権力闘争とかの面倒くせい部分のほとんどを担当してそうではあるというか、ナルト放っておくとあちこち自分が出張っていくし、鹿丸がついていながらケーキべしゃらせるナルト。ボルトの鹿丸は正論だけどきついこと言うおじさんだから、キッズに嫌われてないか心配。まるで二代目様だ。最初からナルトに対して友達というか普通に接してたよね鹿丸。まあ親が資格だからな。20日お店あたりから基本的に波風立てないで友好的にやる方が面倒くさくないってスタンスだよね。今ブームで気になって初めから見返してるけど、長寿と仲良くなったくだりとか、こいつ子供の頃からひねくれ者キャラになりきってるくせに全然根が優しい常識人なの隠せてねえなって思った。即中人になってリーダーだったし、思ったほど長寿とべったりではなかった。ボルトで鹿丸と犬の父親死ぬは掘り下げたけどめちゃくちゃ良かったな。青の有効活用だったな。乾きに対して当たりがきつい。アマドの亡命で点で踊らされている。委員長が気づけたことを言われるまで気づけなかった。コードに一瞬で人質にされるあたりか、まあ立場とかそういうのが仕方ないわけだが、全部しょうがない事態だから、まあ乾きにしても誰かが言わなきゃいけないことをナルトに代わって言ってるだけだしな。まあポジション的にはナルトが柱間で鹿丸が扉間だろうな。鹿丸が安全策言ってそれ破って無茶した子供たちが解決する流れだからね、仕方ないね。成功率3割で全員ハッピーな策と10割安全で、里から見て大したことない犠牲の策なら後者選ばなきゃいけない立場だしね。マジで扉間みたいなポジションやらされてんだなボルトの鹿丸。鹿丸は人間ができすぎてて、そういう点で天才に思える IQ は特に感じない。親に相談してたよね、ナルトはバカなやつだけど悪いやつじゃないって。昔からナルトへの差別に疑問持ってた。次世代の鹿大とボルトがめっちゃ仲良しで嬉しい。鹿丸は頭いいし面倒くせえっていう割に熱い性格だからね。おとにんたち生きてたらどうなってたんだろう。タイヤは鹿丸のヒロインになってほしかった。鹿丸と対峙した敵だし、影縛りの術強くね。その分デメリットもでかいから、スタミナないから持続力ないけど、格上でも普通に行動不能にしてるからめっちゃ強いよね。あれで鹿取ってたからな。そういえばナルト本編で初めておとり役になったのが鹿丸で、卑劣様の象徴的なシーンの一つであるおとり役はもちろん俺が行くのところがリンクするのは意図してたのかな。イノシカ長の秘伝忍術のバリエーションいいよね。相談役だけあってホムラコハル的なポジションになったなと。まあ東大ホカゲとの仲は良好で連携取れてるからいいけど、手まりとそう変わらないポジだったんだよね。漫画的に影縛りかけてもなかなか一発で仕留める展開にはならんから、正直もう少し効率のいい技か攻撃力のある術覚えてほしかった。影縛りは終盤でも連携の起点になってたり、かなり便利だと思うけどな。サポート忍者としてはむしろ最後まで使えたのすごいなって思った。影縛りと影抜いチャクラ等が最終盤まで有効なデバフだから、それでいけちゃうからね。将来は四角みたいに参謀だろうし不要になりそう。親父の玉に笑うのが惚れた理由からの手まりの二角化をいいよね。家庭内での力弱そうなのは納得感ありすぎる。大人はガチで辛く当たってたけど、同期組はなんだかんだ九尾の被害直に受けた世代じゃないのもあって、落ちこぼれ程度にしか見てなかった。割と幼年期だとほとんど差別しないけど、かといって友達って言えるキャラは少ない。一族殺されて一人のサスケと親から出来損ない呼ばわりされてる日向くらいじゃないか。直接戦闘だとどうしても格落ちするのも損してる。影縛りは桃式も使っていたな。あれ影縛りの規模なのかってのは置いておく。奈良家の当主一家で常任収納さが親父な時点で平凡な人生なんて無理だったんだ。鹿丸が直接戦闘で強くなるのもそれはそれでなんか解釈違いというか、鹿丸くらい頭良ければ相手の動き止めて交渉した方がいい結果生むだろうしな。
キバは一番リアルだと思う。子供の頃はクラスで一緒に遊んでたけど成績で差が出てくるとバカにし始めるけど、もう少し成長して自分で考えれる年になるとちゃんと認めてくるって感じが。同期との距離感がすげえリアルなんだよな。一貫してサスケがやらかして引いてるとことか、昔の同級生が事件起こして引いてる空気感じるし、一部の関係がめちゃくちゃ重いけど基本は変にベタベタはしてない感じはある。なんだかんだで同期に恵まれてるよね、ナルト。あと先生にも。同じようにサスケも恵まれてたんだよな。外に求めたナルトと内にこもったサスケで正反対だけど、お互い逆だったかもしれない。時々ナルトとサスケを入れ替えても成立するシーンとか書くのはすごい上手いよね。イルカ先生いなかったらナルト全てを憎んでたかもっていうくらいだしな。日向ペインに殺されたと思い込んだ時も憎しみで暴走してたし、同期たちが里の同調圧力じゃなくてナルトのことを思った上でサスケを殺す覚悟決めてたりで、本当に人の輪に恵まれてると思う。この白寿司で音人に追われた時は死ぬ覚悟で音り役やったり、昔から覚悟決まりすぎてるめんどくせえとかいうやつなのに熱い。なんならあの後失敗したと後悔して忍び辞めようとしてるからな。その後一瞬で追って倒すアスマがかっこいいんだよな。鹿大君が封筒を使えると聞いた。でも奈良家の人間だから使わないようにしてるよ。奈良一族のお偉いさんへのポーズで使わないようにしてるだけだからな。秋道と山中はそういうのなさそうだけど、就任試験でワットネームド同期たち出た時のやりとりでも別に仲悪くはないけど良くもないみたいな感じで仲良くなったとしたら、その後から影真似の術とかいう典型的な強いやつには無効化されそうな技なのに普通に通じる技。無効化されかけるけど工夫すればそこそこ通じるからやっぱり強いわ。一瞬でも止められる時点でめっちゃ強い。食料みんなだけあって出てくる奴ら死ぬつもりはないけど死ぬ覚悟半端ないよね。破られるけど一瞬でもオビトの動きを止めた新天神は地味に強い。カムイでクソみたいな攻撃無効化してくるオビトおじさんに通じるのすごいよね。イノなんかは別に使わなくてもいいよって感じだったな。使ってくれるなら嬉しいって感じではあるが、今の奈良家はホカゲの補佐で風影の親族になってて、俺らの時代より政治的にかなりめんどくさくなってるんだってばよ。でもガーラとなると仲いいし大丈夫だろ。ホカゲは世襲でもなんでもないし、単に有用な風影のパイプ役では、他里からすると影の側近が婚姻してるはかなり強固な同盟に移るはずだから政治的にはかなり強いよね。対戦あったから参戦した世代はそこまで単純じゃないとわかる下地があるけど、里抜け以後のサスケに対するナルト桜以外の態度シビアだよな。あれでもまだ優しいまであるけど、サスケがあそこまで狂った理由も改心した理由も知らない動機多そうだし、まあね、鹿丸は立場的に大体知ってそうだけど、実際ボルトでも一貫して影縛り初動効果はあるな。そして即吸収無効化される流れが鉄板すぎる。読み返すと桜ちゃんってナルトサスケと比べると影薄いイメージあるけどめちゃくちゃ働いてるよなって。二部になってからはあいつ重傷だったのどうなったっけと思い返すと桜が直してたりする。ガイ先生も本来なら戦争参加難しい状態だったしな。ボルトでナルトとシカマルのコンビネーション見てみたいな。ネジ戦は大きなターニングポイントだよね。大人たちが渦巻きナルトをやっと知った。花火やヒューガ一族もあのネジ戦は大きかったな。エビス先生の回想でもあそこが天気って描写だったしな。イノシカ町の家の秘伝は決闘必要なしで有用な技揃ってて、この葉の層の厚さを感じさせる。同期たちの絆が強いのがいい少年漫画として眩しさがある。ナルトとこいついるし若手も順調に育っているようだな。これはこの葉は安泰だなってなる。卑劣様は本当にあざといと思う。序盤も序盤の中任試験の予選の後にナルトと鹿丸だけでリーヤ教授の見舞いに病院行ってるシーンあるよね。イノジン、新天神実戦で使えないけど教授ギガの炭は影縛りと相性いいから結果的に OK だよね。キバは負けた後ナルトのことめっちゃ認めてるの好き。ただウチハとヒューガ以外の一族ってあまり言及されることもないから名門とかそういう感じはあんまりしないよね。奈良一族資格が常任の代表やってたし実力的にも名声的にも押しも押されもせぬ名門って感じするけどな。つまり鹿丸の夢は最初から夢物語。まあウチハとヒューガは宇宙人の血筋だから騎馬戦あたりからやれやれあの悪ガキがねって感じに同期たちはナルトを認めていった説がある。当時は同期みんながサスケを始末する覚悟決めるくだりが異質というかくどいと思ってた。吸収されて利用される環境だと影縛りより新天神の方が有効だな。長寿のゴロゴロするやつもいけるか。それはそれとして逆だったかもしれねえ。はここかよって読み直してなった。私ナルトが千鳥使っててサスケ柄洗顔使ってるコマ好き。意図はわかるのになんであんなに面白いんだろうな。経歴見たらナルトほどじゃないけどひたすらエリート街道突っ走ってるからな。しかまる本人は嫌がりそうだけど、キバとネジは試験でナルトと怠慢張ってるから認めるようになった流れがわかりやすい。風影とも御親戚だしな。
兄折だけどこれプラスナルトと戦って認め合った仲ってことでこの派手のガーライの印象いいのはなるほどなって思った。メタが進んで肉弾戦車が評価され始めるの面白い。犬塚一族は人権の育成の面で唯一無二の里の勝ちだから戦闘で大した特性がなくてもいいんだ。鹿丸が高派で才が鳩派なの面白いよね。皆さんは鹿丸ナルトの相談役に俺以上の奴はいねえについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。